皆さんこんにちは、絵本作家の星名拓夫です。はい、というわけでございまして、今回はですね、毎月恒例のオンライン独演会の10月でございます。はい、というわけでございましてね、この企画は毎月さまざまなですね、SNS を通していろいろな形で僕にリクエストをいただきましてね、で本と紙芝居を毎月読み笑わせたくさんしていこうというそういった企画でございます。6月からこの YouTube チャンネルで開催をして、あっという間にもう10月でございますが、はい、今月もですね、たくさん僕の絵本と紙芝居を読み笑わせしていきたいと思います。今日もこの赤い箱の中にたくさん絵本と紙芝居を持ってきたんでね、ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思いますが、そうですね、まず最初は何から行こうかなと思っていますが、じゃあ、おなじみのね、このアッカンベイから行きたいと思いますよ。いいですか？はい、じゃあ行きましょう。アッカンベイ。表紙にいるのこれなんだ？そう、トマトさん。トマトさんがアッカンベイ。上手。みんなも上手にやってみてね。さあ、次は？あ、次は豚さんだ。豚さん、えっへん？ブーブーブー、ジャズブー。さあ、今度はお兄ちゃんです。お兄ちゃんがウッフッフーのーポー、ジャズポー。今度はパンツさんがおっちょこちょのパー。さあ、みんなで揃って恥ずかしがらずに、みんなも恥ずかしがらずに真似してみてね。いくよ。ペンロピンロペー、ブグービグーバボー、ピロプロペロパロパリプロペロパロプービー。はい、最後はみんなでグースカピー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 。はい、おしまい。アッカンベという絵本でした。はい、おしまい。さあ、このアッカンベという絵本ですが、実はですね、もうずいぶん前に販売になってるんですが、出版されたんですが、この度新しく再販することになったので、ぜひぜひ概要欄からですね、このアッカンベ今買えることになりましたから、ぜひぜひね、概要欄のところ詳しく情報載せておきますので、そちらの方も見てください。さあ、じゃあ今度はもう一つ絵本を読みたいなと思いますが、ついこの間お月見があったと思いますが、お月見に合わせてこんな絵本も読んでみたいと思います。さあ、なんて絵本かわかるかな。先月はね、この絵本のベトナム版を読んだんですが、今月は日本語版でいきたいと思います。夜空のお口。今夜の夜空は静かな夜空、シーンの夜空。あれ？今夜の夜空はなんだか少し笑ってる、ニヤニヤニヤの夜空。あれあれ、今夜の夜空はなんだかとっても楽しそう、アハハハハハハの夜空。あれれれ、
今夜の夜空はなんだかとってもご機嫌さん。わっは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 ーの夜空。わあ、今夜の夜空はお腹が空いているんだね。あーんの夜空。あら、今夜の夜空はお口にいっぱい入ってる。もぐ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 の夜空。あらあら、今夜の夜空はお腹いっぱいおねむさん。すやすやすやの夜空。あららら、今夜の夜空はなんだかちょっぴり悲しそう。みんなとさよならするのが寂しいのかな。えーんの夜空。今夜の夜空は静かな夜空。シーンの夜空。また夜空のお口は開くかな。ワクワクワクの夜空。にゃん。はい、おしまい。夜空のお口という絵本でした。はい、おしまい。さあ、この絵本はですね、まだ出版はされていませんが、出版に向けて声援出版という新しい出版方法にチャレンジしております。そちらも詳しく概要欄に載せてあるので、ぜひぜひそちらも見てみてください。さあ、じゃあ絵本を立て続けに2冊やったので、今度は紙芝居をやっていきたいと思いますが、さあ紙芝居をやるときは、はい、こちらもおなじみですね、独演会ではおなじみのイーゼルを準備して、さあここで紙芝居をやっていきたいと思います。そんなわけで今日はですね、紙芝居何やろうかなと思ってたんですが、動物が出てくる紙芝居を、見たいという声があったので、こんなのやりたいと思いますよ。はい、出た、ドン。亀さん乗せてという紙芝居です。さあ、行ってみましょう。亀さん乗せて、亀さん乗せて。あ、うさぎくん、ジャンプしすぎて疲れちゃって、亀さんの甲羅の上で少し休ませて。うん、いいよ。亀さんの甲羅の上はのんびりしていて気持ちがいいな。そうかい。気持ちよくてのんびりしすぎちゃったよ。急がなきゃ。ありがとう。うん、さようなら。亀さん乗せて。あ、ヘビくん、くねくねニョロニョロしすぎて腰が痛くなっちゃって。亀さんの甲羅の上で少し休ませて。うん、いいよ。亀さんの甲羅は硬くて頑丈で羨ましいな。そうかい。これだけ頑丈なら腰が痛くなったりしないだろう。考えたことないよ。でもやっぱり僕はくねくねニョロニョロするのが好きなんだ。行くね。ありがとう。うん、さようなら。亀さん乗せて、乗せて乗せて乗せて。やあ、メジロさんたち。みんなで飛んでいたらみんなで一斉に疲れちゃって。亀さんの甲羅の上で少し休ませて。休ませて休ませて休ませて。うん、いいよ。亀さんの甲羅はたくさん乗れて広いね。広いね広いね広いね。そうかい。これでまたみんなで一斉に飛んでいけるよ。ありがとう。ありがとうありがとうありがとう。うん、さようなら。亀さん乗せて。あれ、クラゲさん、
海で泳ぐの飽きちゃって陸に上がってきたんだけど居心地いい場所が見つからなくて、亀さんの甲羅の上で少し休ませて。うん、いいよ。あれ、亀さんの甲羅の上はなんだかゆったりひんやり、そしてぴったりしてるな。こんなところに居心地いい場所があったんだ。そうかい、それはよかった。でもずっとここにいるわけにもいかないもんね。それにやっぱり海が恋しいや。帰るね。うん、さようなら。亀さん乗せて、うわー、ティラノサウルスさん、走りすぎて食べすぎて戦いすぎてガオーって吠いすぎて疲れちゃって、亀さんの甲羅の上で少し休ませて。ううん、いいよ。亀さんの甲羅の上はすごいね。僕みたいな大きな恐竜が乗っても大丈夫なんだ。うん、なんとかね。なかなか僕がずっと乗っていられるところはないんだよ。そっか、僕も結構ギリギリだけどね。さてと、疲れも取れたし、また走って食べて戦ってガオーって吠えてくるね。ありがとう。うん、あんまり無茶はしないようにね。さようなら。ふう、なんだか今日は甲羅の上にたくさん乗せたな。みんな喜んで褒めてくれて嬉しかったな。でも本当は一番ゆっくりできて頑丈で広くて居心地よくてすごいのは僕のお母さんの甲羅の上だけどね。だって僕のことずーっと乗せてくれているんだから。はい、おしまい。亀さん乗せてという紙芝居でした。はい、というわけでもう一つ紙芝居をやりたいと思いますが、今日はね、これからあと2つ紙芝居をやりたいと思いますが、ここからは見てくれてる君と一緒に進めていく紙芝居を2つ連続でやりたいと思います。まず1つ目はね、ハロウィンにちなんだ紙芝居をやりたいと思います。10月は最後にハロウィンがあるからね。さあ、ハロウィンにちなんだこんな紙芝居をやってみよう。さあ、何でしょうか。そう、かぼちゃです。でもこのかぼちゃは普通のかぼちゃと違います。さあ、何て書いてあるかな。ぼっかんかぼちゃっていう紙芝居です。これはただのかぼちゃじゃありません。ぼっかんかぼちゃです。ぼっかんかぼちゃは何かって、ぼっかんかぼちゃはとっても不思議なかぼちゃなんですよ。例えば、ぼっかーん。はい、ハロウィンのお化けかぼちゃになっちゃったね。すごいでしょ。ボッカーンというと何かに変身しちゃうかぼちゃなんです。さあ、次からは君も一緒にボッカーンって言ってみよう。いきますよ、せーの、ボッカーン。はい、わー、シンデレラに出てくるかぼちゃの馬車。可愛くて綺麗なかぼちゃの馬車でしょ。こんなかぼちゃの馬車にみんなも乗ってみたくないかな。じゃあ次いきますよ、せーの、ボッカーン。はい、わー、美味しそうな焼きたてのパンプキンパイ。みんなはパンプキンパイ好きかな。食べたことあるかな。じゃあ次いきますよ、
せーの、ボッカーン。はい、わー、しっかり味の染み込んだかぼちゃの煮付け。なかなか渋いのに変身しましたね。みんなのお母さんはかぼちゃの煮付け美味しく作れるかな。じゃあ次いきますよ。せーの、ボッカーン。はい、わー、ふわふわふりふりのいっぱいついたかぼちゃパンツ。かぼちゃみたいな形をしたパンツをかぼちゃパンツと言います。みんなもこんなかぼちゃパンツ履いてみたくないかな。じゃあ次いきますよ。せーの、ボッカーン。はい、あれ、かぼちゃみたいなブルドッグ、ワン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 。え、だんだんかぼちゃが関係なくなってきたって。いいじゃない、かぼちゃだっていろんなものに変身したいんだよ。さあ、じゃあ次は何に変身するかな。いきますよ。せーの、ボッカーン。かぼちゃみたいなおじいちゃんとかぼちゃみたいなおばあちゃん。仲良しのおじいちゃんおばあちゃんです。え、同じ顔だって。仲のいい夫婦は似たもの夫婦になるんだって。もしかしたらみんなのお父さんとお母さんもだんだんと顔が似てくるかもしれません。さあ、じゃあ次いきますよ。せーの、ポッカーン。あれ、あれあれ、なんだかかぼちゃの頭しか出てこないね。よし、今度はみんないっぱいたくさんボッカーンって言ってみよう。このかぼちゃどうなるかな。さあ、いきますよ。みんなたくさんボッカーンって言ってください。いきますよ、せーの、ボッカーン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 。どでかいかぼちゃ、お山のかぼちゃになっちゃったね。ボッカンかぼちゃすごいでしょう。でも最後は元通りに元に戻しておかないとね、みんなびっくりしちゃうから。さあ、最後元に戻すときは今度はみんなで小さな声でポッカーンと言うと元に戻ります。さあ、最後にみんな言ってみますよ。いきますよ、せーの、ポッカーン。はい、ポッカンかぼちゃ元に戻りました。さあ、今度はみんなもし近くにまん丸一個のかぼちゃがあったらポッカーンって言ってみよう。もしかしたら何かに変身しちゃうボッカンかぼちゃかもしれません。さあ、これでボッカンかぼちゃは以上おしまいです。はい、というわけでボッカンかぼちゃでした。さあ、最後にあともう一つ今日は紙芝居をやりたいと思いますが、今度やる紙芝居はこういう紙芝居です。はい、どん、かぼちゃの次はおにぎりです。というわけで、にぎやかおにぎりという紙芝居をやりますが、この紙芝居以前もね、オンライン独演会で、読んだことがあるので、もしかしたら知ってる人がいるかもしれませんが、この紙芝居はですね、読む前に先にみんなに簡単な歌と踊りを覚えてもらわなくてはいけません。歌と踊りを覚えてもらいます。そんなわけで、これから簡単な歌と踊りをみんなにお教えするので、みんなも練習してみてください。いいですか？いきますよ。こうやって手でおにぎり作るの。はい。さあ、いきましょう。にぎやかおにぎりというお歌です。せーの。
にぎ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 やかおにぎり上手。もう一回繰り返して、にぎ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 やかおにぎり。そしたらおにぎりの形を整えますよ。ぎゅっぎゅっぎゅーのぎゅー。さあこの後に何が必要ですか？おにぎりには何が必要？そうそう、海苔が必要です。手を2回叩きます。海苔を貼ったら、にぎやかおにぎりの完成。上手上手、みんな覚えたかな？じゃあ今度は続けていってみます。いきますよ、吐いてぎゅー、せーの、にぎ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 やかおにぎり、にぎ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 やかおにぎり、ぎゅぎゅぎゅのぎゅー。のりを貼ったら、にぎやかおにぎりの完成。上手。さあじゃあ今度はこの簡単な歌と踊りに乗せて紙芝居を進めていきたいと思います。いいですか？僕は紙芝居を読んで進めていくので、みんなは今のにぎやかおにぎりの歌を歌いながら踊りながらついてきてください。さあ最後にね、元気いっぱい言ってみましょう。さあいきますよ。にぎやかおにぎりのスタートです。はい、みんな手はぎゅー、いせーの、にぎ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 やかおにぎり、にぎ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 やかおにぎり、ぎゅぎゅぎゅのぎゅー。のりを貼ったら、にぎやかおにぎりの完成。上手。さあにぎやかおにぎり完成しましたね。中身が気になるね。おにぎりの中身、あなたのおにぎりの中身はなーに？あ、これなんだ？みんなが大好き、鮭のおにぎりだ。君のおにぎりの中身は何？あ、これは昆布のおにぎりだね。さあ、君のおにぎりの中身は何？あ、これは酸っぱい酸っぱい梅干しのおにぎりだ。さあ、もう一回にぎやかおにぎり作ってみましょう。今度はどんなおにぎりができるかな？はい、いきますよ。では、ぎゅー。せーの、にぎ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 やかおにぎり、にぎ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 やかおにぎり、ぎゅぎゅぎゅのぎゅー。のりを貼ったら、にぎやかおにぎりの完成。上手。さあ今度はどんなおにぎりかな？君のおにぎりの中身は何？あ、これはなんだ？これはちょっぴり辛い明太子のおにぎりです。君のおにぎりの中身は何？これはエビの天ぷら、天むすだね。さあ君のおにぎりの中身は何？あ、これはみんなが大好き、ボリューム満点唐揚げのおにぎりだ。さあ最後にもう一回にぎやかおにぎりを作ってみましょう。今度はどんなおにぎりができるかな？はい、みんな手はぎゅー、いせーの、にぎ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 やかおにぎり、にぎ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 やかおにぎり、ぎゅぎゅぎゅのぎゅー。のりを貼ったら、にぎやかおにぎりの完成。上手。さあ最後はどんなおにぎりができたかな？君のおにぎりの中身は何？あ、なんだこれ、あれ、いちごのおにぎりだ。美味しいのかな？さあ君のおにぎりの中身は何？ん、あ、これなんだ、あら、たこ焼きのおにぎりだ。そんなおにぎりあるかな？さあ君のおにぎりの中身は何？ん、ん、なんだこれ、あれ、何にも入ってない、あれ、おかしいな、おかしいな。そんなおかしなおにぎりを割ってみた。するとポン、中から変なん出てきた。これはにぎやかおにぎりの種だった。にぎやかおにぎりの種を植えました。すると
大きな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 おにぎりのニョキ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 木が鳴ったわたくさんのご飯とたくさんの海苔とたくさんのおにぎりの中身が鳴ったねみんなの大好きなおにぎりはあったかな。さあ今度みんながおにぎりを作るときはにぎやかおにぎりの歌を歌いながら作ってみよう。もしかしたら中からにぎやかおにぎりの種が出てくるかもしれません。はい、というわけでにぎやかおにぎりは以上でございます。おしまい。はい、というわけでございまして、あっという間でございましたが、今月も以上絵本と紙芝居たくさん読みました。さあ皆さん、そういうわけでございましてね、来月も引き続き第1の日曜日にこのオンライン独演会開催したいと思います。内容、絵本と紙芝居は皆さんのリクエストによって決定してますので、ぜひぜひこの YouTube チャンネル、この動画のコメント欄にコメントもよろしくお願いします。それから僕がやってる Facebook とか Instagram とか Twitter とか、それから公式のホームページなんかからもメッセージ送れますので、ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、そんなわけでございまして、今度会うときは11月でございます。皆さん、それまで元気でね。はい、以上、絵本作家、星名拓郎でした。バイバイ。